今回は光のタイミングに合わせてどのような被写体をチョイスしていくのかということについての説明をしていきます。まずこちらの画面をご覧ください。大山千枚田という千葉の棚田なんですけども、この棚田の撮影でですね、4時10分頃ですね、まさに夜がそろそろ明けようとしている時間帯です。この時間にですね、どのようなタイミングで写真を撮るかということなんですが、このように広がりのある被写体の時にはやはり広角レンズの方がいいと思いますね。であまり拡大をしすぎてですね、このような形で撮ってしまうと、せっかくのですね、この棚田の雰囲気があまり出せなくなってしまいます。よってこのぐらいの広さで撮ってるわけです。少し光もですね、出てきて赤みが差してきている、このタイミングでシャッターを切ってるわけですけども、もう少しタイミングを待つとですね、最もいいシャッタータイミングになるということが言えます。シャッターを切るタイミングなんですが、常にですね、事前に現地に乗り込んでですね、タイミングを測るようにした方がいいですね。そのジャストのタイミング、夜明けのタイミング前ギリギリすぎますと、非常に慌てて撮影をしてしまうということになってしまいますので、そのタイミングをうまく見計らってですね、少なくとも1時間近く前には現地に入っているようにした方がいいと思います。それではこの状態からですね、今回の被写体の中でですね、最もタイミング的にいいタイミングを見ていただきたいと思います。このぐらいのタイミングで撮影するのが一番いいと思います。この日はマゼンタ色、マゼンタ色にですね、空が赤く染まりました。まあ、こういうようなタイミングというのはなかなかないので、まあ、そのタイミングをうまく合わせられたということでは、早く前乗りして入っていたから、まあ、このような作品が撮れるわけですけれども、今回の作品とですね、前回のこの写真の差を見てください。4時10分、そしてこちらが4時30分。まあ、この20分の間にですね、これほど変化があるわけです。まあ、20分というとかなり長い感じもするかもしれませんけども、もちろん徐々に変わってきてですね、そのベストなタイミングを狙ったのがこちらのタイミングなんですが、少し見ていただくと分かるように角度も変えています。このようにですね、カメラの位置も変えて画角も変えています。 24mm でこの場合は撮ってるんですけども、さらに広くですね、 18mm までに広角をしてですね、この空の広がりを捉えているということです。これはですね、シャッタータイミングもそうなんですが、全体の状況ですね、空の状況がですね、今現在どうなっているのかと、まあ、その状態によってですね、空の入れる分量をどのぐらいにするのか、もしくは被写体のこの棚田の分量をどのぐらいにするのかということを考えていく必要があると思います。少し見ていただくと分かると思うんですが、もちろん棚田も大きいんですが、この山がですね、少し目立つんですね。この山を少し奥にしたい、そして空の広がりを出したいということで、こちらの構図にしたわけです。そうするとですね、この中央にあるこの山の盛り上がり方がですね、全体のこの稜線にですね、の一部になりますので、このような形になるわけです。そして光が変わります。次にこの状態を見ていただくと分かるんですが、太陽が出る位置が想定されます。一番明るいところ、最も明るいところ、すなわちこの位置から太陽が出てくるということが想定されるわけです。というと、その時にですね、この山の形状、この中央の山の形状からするとですね、光がどのように入ってくるかというと、こちらからこちらの方、すなわち右寄りの方にですね、光が入ってくるということが当然わかるわけです。その右寄りに入ってきた光を捉えたのが次の作品です。こちらですね、先ほどの位置のこの位置からこの部分です、もやがですね、たなびいて、そしてその光が入り、こちらの方に光彩が入ってますけれども、こういった形で表現されるわけです。まあ、これは棚田を生かすというよりも、このたなびいたもやと光の差し込み具合を表現したということになります。当然、この状態から光がどんどん上に上がってくるわけですね。まあ、そうしますと、今度は全体にですね、光が波及してきます。全体に画面の中にですね、光が入ってくるというときに、まあ、こういうような状態ですね。今この状態から光が、まさに上から光が出てきているわけですけれども、まあ、このような状態になりますと、もうタイミング的にはですね、棚田そのものを撮ることができる状態ではありません。すなわち直射的にですね、もう太陽が入ってきてしまいます。
まあ、こういった場合にはですね、今度はカメラのアングルではなくて太陽そのものを中心として構成を考えます。そのようにして撮ったのがこの写真です。このような形でですね、表現するということですね。そうしますと、まあ、シルエットでなるわけですけども、この光のですねアクセントがなかなか面白い形になってきます。やはりこのような時にはアップで撮る必要があるということですね。今回の説明でお分かりになると思うんですが、レンズはですね 18mm から236mm、まあ、250mm 近くの焦点距離を使っているわけですけども、タイミングによってですね、光のタイミング、そして光の種類によってですね、レンズの画角を調整するということが必要です。写真を撮るときにはですね、常に光を意識する必要があるわけで、まだ光が出ていないのか、光が出た後なのかということによって表現の方法が違ってきます。基本的に光がもう出てしまうとですね、シャッタータイミング的には太陽に向かって撮るということはほとんど少ない状態になります。まあ、こうなるともうシルエットということになりますので、今回のような望遠で撮るということになります。そして最初の状態のようにですね、光がこれから出てくると、まさに出てくるような状況の時にはですね、逆に広く撮ってですね、その空に反映する色をうまく表現していただくといいと思います。光のタイミングによってはですね、焦点距離も変わってきますし、画角も当然変わってくるわけで、このようにですね、光の動きに応じてですね、写真を撮っていくということが大切だと思います。今回の場合にはですね、やはりタイミング的に一番良かったのはこちらの作品になるんですが、まあ、それ以外もですね、写真を捉えるということで言えば、常にそのベストなタイミング1点ではなくてですね、その前後も写真の被写体として捉えるというふうな感覚が大切だと思います。参考にしてみてください。